今日の体育は二人三脚か。二人三脚？あ、もしかして千鳥、二人三脚知らないのか？そんなわけあるはずないじゃない。アメリカにだって二人三脚くらいあるし。ただ、私のいた学校ではやったことなくて。なるほど。聞いたことはあってもやり方を知らないんだな。じゃあ俺と一緒に組むか？二人三脚のやり方教えるぜ。まあそこまで教えたいって言うなら教えてもらってあげてもいいけど。ほんとすがすがしいほど素直じゃねえな。まあいいけど。じゃあ教えてやるからよく見てろよ。まずお互いの片足をこんな風に配られたこの紐でくくって。ちょっと変なとこ触んないでよ。は？触ってねえよ。普通に紐くくってるだけだっつの。そうだな。じゃあお前が結んだらいいんじゃね。そうすりゃ俺も触ることはねえし。そうね。なかなか冴えてるじゃない。紐貸してちょうだい。紐をきつく結んじまうと動きづらいから緩めにして結べよ。こうかしら。いってぇ！お前きつく結ぶなと言っただろうが。つかお前も痛くねえのか。痛くなんかないわよ。あんたちょっと軟弱すぎるんじゃないの。お前本当は痛いんだろ。とにかく一旦紐解いてくれ。このままじゃ血が止まる。あれ、ほどけない。なあ、いってしまってるしまってる。あれこれどうなってんの。ほどこうとしてるのになんかぐるぐる巻きに。風、俺がやる。ああ、助かった。じゃあ、もう一回結び直してもらっていいか？今度はゆるーくな。わかってるわよ。こうよね。そうそう、やりゃできるじゃねえの。でだな、まずくくられた足を前に出して、呼吸を合わせて反対側の足を出す。それを繰り返せば走れるだろ。そうね。でもちょっと近すぎない？こういう競技だから仕方ねえだろ。ほら、ちゃんと走れるように練習するぞ。わかってるわよ。せーの。ちょっと、なんで逆の足からスタートすんのよ。こけちゃったじゃない。そりゃこっちのセリフだ。くくった方の足から出せって言ったろうが。さっきはさっき、今は今よ。ちゃんと空気読みなさいよね。じゃあ今度は私が合わせるから、くくった方の足から出すってことでいいわね。うまい。いいぞこの調子。やったー。意外に私たちいいペースで走れてるんじゃないの。よっしゃ、このまま突っ切るぜ。行くぞハニー。そっちこそしっかりついてきなさいダーリー。ふぅ、あーすっげー走った。あんたなんでそんな息上がってるの。いや、逆にお前はどうして息が上がってねえんだ。こんなに走ったのに。ほんと軟弱ね。でも二人三脚ってすっごく楽しかったわ。またこういうのやれたらいいわね。用具室の片付けしてたらすっかり遅くなっちまったな。京子ちゃんも人使い荒いぜ。まったく。
最近日が落ちるの早くなったわよね。暗いのはあんまり得意じゃないんだけどな。そういやお前って結構怖がりだよな。肝試しの時も死ぬほどビビってたし。あれ、ちとげちゃんってもしかしてお化け怖い人？あ、いや、私が怖いのは暗いとこだけで、お化け自体は別にそんなんでもないわ。むしろいくらでもかかってきなさーいって感じ？あら、それならそんなちとげちゃんにぴったりの噂話があるわよ。え、そう。神社の裏に寂れた古い社があるでしょ？あそこにね、出るらしいわよ、幽霊。あ、それ私も聞いたことある。尻尾の生えた女の子の幽霊なんだよね。ん？それってもしかして。ええ。その子にお願い事をすると、どんな願いでも叶えてくれるって話よ。え？そうなの？お化けが願い事叶えてくれるなんて、なんかロマンチックね。私も、なんかお願い事しに行ってみようかな。料理がうまくなりますように、とか。あ、じゃあ小崎ちゃん、今度一緒に行ってみようよ。私も、ちょっと興味あるし。おい、ちょっと待て。やめとけよ、そんなの。どうせ眉唾だよ、眉唾。あー、そうかな。そうそう。あの狐に関わると面倒なことになるからな。こいつらを巻き込むわけにはいかねえ。そういう噂話は大抵参拝客の賽銭目当てで、神社の流したデマみてえなもんなんだって。うん、情緒もへったくれもないもやしね。なるほど。一条くんはこの手の話には興味がないと。それならこれはどう？夜な夜な誰もいない教室に謎のラップ音と悲鳴が聞こえるって話なんだけど。な、何それ？聞いたことないな。俺も初耳だな。ごく最近の話よ。隣のクラスの子が部活で遅くなって夜一人で残ってたらしいんだけど、どこからともなく何か弾けるような音とか男の苦悶の声が聞こえてきたんだって。あ、どこの学校にもあるよね、そういう怪談話。音はどうやら3年生の教室の方から聞こえてきたみたいでね。気になったその子は階段を登って一人で声のする教室に足を踏み入れたそうなんだけど。勇気あるな、その子。私なら絶対無理だよ。そしたら何を見たと思う？彼女の目の前に広がっていたのは一面真っ赤に染まった血まみれの教室だったんだって。やー！黒板も、教卓も、机も、何もかも鮮血に彩られていたそうよ。まるでついさっき、そこで人が殺されたかのようにね。マジかよ。それでその子はどうしたんだ？気を失って。それ以上のことは覚えていなかったらしいわ。ただ？その子が目を覚ましたのは、肛門だったらしいの。気を失ったのは、血まみれの教室だったはずなのに、気がついたら、門に背中を預けて気絶していたらしいわ。どういうことなの？まさか、お化けに見つかって、いつの間にか外に運ばれてたってこと？そういうことなんじゃないかって言われてるみたいね。明るくなった後、改めて調べたそうだけど、血まみれの教室なんて学校のどこにもなかったそうよ。じゃあその子、夢か幻でも見たのよ、きっと。かもしれないわね。真偽のほどはわからないけど。
早速、今夜にでも確かめに行ってみる？冗談でしょ？やだよ、そんなの。ふん、もちろん冗談よ。暑い季節でもないのに、わざわざ好き好んで幽霊なんか見に行きたくもないしね。ん？私、なんかびっくりしてお腹減っちゃったかも。ねえ、どっかでお茶でもしない？なんだそりゃ、お前が大食いなのは別に階段のせいじゃねえだろ。あ、でも、お茶するのは賛成かな。怖い話を聞いた気分転換したいもん。私も賛成。あそこの喫茶店で軽く甘いものでも食べていきましょう。ふぅ、食べた食べた。満足だわ。相変わらず豪快な食べっぷりだったね、ルリちゃん。今日出された古文の宿題、量が多くてハードそうだったじゃない？腹が減っては戦はできぬってやつよ。あ、そういえばそうだったね。私も早く帰ってやらなくちゃ。じゃあ、一条くん、私とルリちゃんはこっちだから、ここでお別れだね。おう、それじゃあ気をつけてな。また明日！あれ？ないな。あ、何探してんだ？さっき言ってた古文の課題のノートが見つかんないのよ。やばい。教室に忘れてきたかも。うわぁ、どうしよう。あの量じゃ朝早く行ってもやりきれないだろうし。なんでそんな大事なもん忘れてくるんだよ。うるさいわね。あんただってしょっちゅう大事なペンダントなくしてあたふたしてるじゃない。とにかく学校に戻らなきゃ。ほら、ラク、行くわよ。は？なんで俺まで？だってしょうがないじゃない。夜の学校は暗くてちょっとあれだし、おまけにさっきあんなお化けの話まで聞いちゃったし。要するに一人で戻るのが怖いと。そうよ、怖いのよ。文句あるの？やれやれ。まあさすがに女子一人で夜の学校に行かせるのは危ねえからな。付き合ってやるよ。お化け以前に痴漢とか変質者とかに絡まれたらやべえしな。それって私が襲われたら守ってくれるってこと？まあ一応彼氏ってことになってるし、そのくらいはな。ま、期待はしてないけど、好意だけは受け取っとくわ。実際こいつに絡んだら痴漢やら変質者やらの方がひでえ目に遭いそうだけどな。そういや、ついてくのは構わねえけど、つぐみとかあの護衛のメガネはどうしたんだ？それが、最近つぐみもクロードも忙しいみたいでさ、ちょくちょく今日みたいにボディーガードなしって日もあるのよね。あいつらにもお前を放っておいてまで優先しなきゃならない用事とかあるんだな。そうね。一体何なのかしら。案外今頃、二人であんたを亡き者にする計画を立ててたりして。バカ野郎、怖いこと言ってんじゃねえよ。ふん、私のことを怖がりだとか言った報いよ。さ、ちゃっちゃと学校行きましょう。とはいえ、やっぱ怖いもんは怖い。おい、ちとげ、あんまくっつくなよ。歩きにくいじゃねえか。しょうがないでしょ。こういうとこ、苦手なんだから。こら、へたり込んでんじゃねえよ。だって。ったく、しょうがねえな。何するの？お前が動けねえってんなら、こうでもするしかねえだろ。
何よ、急に恥ずかしいじゃない、こんなの。おい、あんま暴れんなっての。俺だってちょっと恥ずかしいんだから。大体ね、あとはそういうのはもっとロマンチックな雰囲気の場所でやるもんでしょ。こんなムードもへったくれもない学校なんかで、いきなりお姫様学校だなんて、女心の分かってない大変僕で、ほんと。分かったから落ち着けちとげ。あんまり暴れると怪我すんぞ。分かったわよ。くれぐれも落とすんじゃないわよ。もう、こんなことになるなら、心の準備くらいさせてくれってのよ。まったく。なんか言ったか？なんでもないわよ。そうか。なあ、ちとげ。何よ。やっぱ、どっかから声が聞こえてくる気がしねえか。え？怖いこと言わないでよ。いや、ほら、耳を澄ませてみろって。これって、さっきルリちゃんが言ってた。悲鳴とラップ音だな。宮本が言ってた噂は本当だったみてえだ。じゃあ、血まみれの教室だとか、お化けだとかの話も？もしかしたらな。最悪俺たちも、例の噂の女子みてえに幽霊に捕まって、どっか連れてかれるって可能性も。急に締め付けるんじゃねえよ。あんたが怖がらせるようなこと言うからでしょが。一旦下ろすぞ。いいな。もうこんなとこ嫌。なんとかしてよ、ラク。ちとげがすっかりビビっちまったみたいだ。なんとか落ち着かせねえと。なんなのよ、あの音。あんな、パン、パンって、不自然な音。夜の学校で聞こえるような音じゃないわ。ちょっと、黙ってないで説明しなさいよ。なるほど、ドラムの音か。そういえば、文化祭でもバンド演奏してる子たちがいたわね。ドラムの子だけ文化祭が終わっても熱意が冷めなかったってことかしら。まあそういうことならいいわ。とりあえずラップ音は置いときましょう。それよりもあの苦しげなうめき声、あれは一体何なの？どう聞いてもお化けの恨み声にしか聞こえないんだけど。窓が半開きになってたりして、強い風が吹き込んでる？確かに、風が強い日には、叫び声みたいな大きな音になることもあるわよね。ああ、あとあれよ。ルリちゃんが言ってた、血まみれの教室。あれも、何か説明がつけられる？英検がスプラッタ映画を撮ってた？教室に巻かれてたのは血のりってわけね。それが本当なら、はた迷惑な話だけど。でも、今回ばかりはそうあってほしいわ。確かに、冷静に考えてみると、いろんな見方もできるわね。ありがとう、ラク。おかげで、だいぶ落ち着いたかも。そっか、よかった。よし、じゃあさっさとノート回収して帰ろうぜ。うん。ラク。ん？やっぱり、あんたについてきてもらって、よかったわ。そうか。おい。ラ、どうした、ちとげ。不
後ろ？やー！ここで何をしている？おまけ！しとけ！俺が引きつけるから、早く逃げろ！やだ、腰が抜けて動けない。王女、落ち着いてください。私です。クロードです。いやー、クロード、血まみれクロードって、クロード、すみません、お嬢、驚かせてしまったようですね。クロード、本当にお化けじゃなくて？もちろんです。何をおっしゃってるんですか？だって、そんな血まみれで？ああ、これですか。これは血ではありません。ただのペイント弾ですよ。不覚にも、聖四郎に何発かやられましてね。まあ、私も負けてはいませんが。ペイント弾？んなもん使って何やってんだ？一条の小せがれか。貴様に説明する筋合いはないが、まあいい、教えてやる。これはいわば、我々 B ハイブの戦闘訓練のようなものだ。周囲組と和解して以来、うちの連中も血の気を持て余し気味だったからな。そのガス抜きも兼ねている。つまりギャング連中でサバゲーしてたってことか？なもん、わざわざ学校でやるなよ。お、ちょっと待って。じゃあ、例の噂のラップ音とか、うめき声って。こいつらが暴れたり騒いだりした音だろうな。ついでに、血まみれの教室ってのも、ペイント弾の跡なんだろうぜ。噂？なんだそれは。いや、実は。そういえば以前、偶然女子生徒に訓練を目撃されたことがあったな。丁重に門まで運んでやったのだが、まさか怪談話の元凶にされるとは。じゃあ何？お化けの正体はあんたらだってこと？私はうちの連中相手にビビってたってわけ？うわ、頭くる。まったく、何がサバゲーよ！人騒がせのことやってんじゃないわよ、あんたたち！ですがお嬢、うちの兵隊にも訓練を積ませる必要がありましてね。シャラップ！言い訳なんてどうでもいいわ！今後一切学校でのサバゲーは禁止！そんな、お嬢、これは B ハイブにとって必要な。黙りなさい！人様に迷惑かけて訓練もガス抜きもへったくれもないわ！お化けの正体が分かった途端、急に強気になったな。何よ、文句ある？いや、ただこんな小表に一括できるやつが、さっきまでビビって動けなかったやつと同一人物だとは思えねえなって。ふん、うるさい、このバカもやし。バカもやし。さあ、さっさとノート取って帰るわよ、ダーリン。そうだな、ハニー。お、つぐみからメールだ。何の用だろう。一条楽へ。おい、もしかして貴様、私を避けてはいないか？あまり不自然に距離を置かれると、その、お嬢が不安になるだろう。私も、仕方なく、こうして貴様にメールを送ってやっているんだ。貴様も、お嬢のために協力しろ。それだけだ。つぐみ聖四郎。そういや最近、あんまりつぐみと話してないな。
お？何見てんだ、シュウ。いや、確かラクと桐崎さんって、塀の上を飛び越えてきた彼女にどつかれたのが出会いのきっかけだったんだよな。ってことは、こういう塀の下で待っていれば、俺にも素晴らしい女子との出会いがあるかもしれない。ないない。仮にいたとしても、この塀を飛び越えるような女だぞ。ちとげクラスのとんでもねえやつに決まってるだろうが。だよね。とんでもなくて悪かったわね。げっ、何よこのバカもやし。あぶねえ。ち、何かわしてんのよ。おとなしく殴られておきなさいよね。悪いならく、一足先に逃げさせてもらうぜ。あ、シュウ、てめえ逃げんな。あんたも逃げるな、このバカボヤシ。いやー、もう朝から疲れんな。